関根勤さんもうずっと中山陣やってましたからね。あ、そうか。それと千葉真一、千葉真一まだやってない、千葉真一やってない、いっぱいやってるから、いっぱいやってる、子供だってとっくりにサイダーを入れてさ、まあ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 やったやった、あれ触ってる人見たことありますよ、ない、耳たぶが小さい人は困るよな。なんか人の耳たぶとかでこうやるよな、なんか福耳のおやさんがおったらこうやってキャッってか。生きてるうちに一回やってみたいなって思うのはさ、はあ、例えば一緒に高橋君と言って、高橋君が擦り傷かなんかをしたとします。擦り傷、はい、おっつって俺が焼酎を口に入れて食っていいやつ。もうね、コロナ禍をね、これ乗り越えた僕としてはね、うん、それはやってほしくない。いや、なんか昔あるじゃん、そういうの、ありますよね、全部、うん、あの、着付け薬じゃとかって言ってね、気分はね、よろずや金付けあれでしょ、だからまあ言ってみればカサブランカダンディだよね。あ、ジュリーのね、ジュリーのね、あれもパーってやるでしょ。まああの頃僕子供ですから、あれでも水で真似てたもん、パーって、うん、なかなかね上手にね、うん、霧吹きにはならない。ああいうことは練習したよな。あれとか、ね、ヌンチャクとかはすごい、ああいうことは練習したのすごい。あの公園で僕はね、子供の頃は手裏剣やりました。それもそうですし、あと風船ガムをどれだけ大きく膨らますかとかね。風船ガムも練習したね。でっかいの作って割れて顔にパシャーって引っかかるという。それ期待しますよ。それは期待するよね。年金タクシーさんからいただきました、はい、こちらですね、広島市内で生まれ周南市に来て54年、71歳、年金タクシーです。昭和の眠れない、生まれて初めて年上のお姉さんとデートの約束ができました。どんなデートだ、はい、もし、はい、もし万が一、うんうん、ね、万が一にもモーテルに行けたら、うん、モーテル代は先払いか後払いか、お風呂は私が先に入るのかお姉さんなのか、もう頭の中ぐる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 、前の日は全く眠れませんでした。行ったやつに聞くよね、どうだったか、お金いつ払うんか、あれの今度のカプセルがあってのこういうのをガッて言ったらピュッチュッパーってこう、あれ日本海軍も使っちゃったらしいねっつって、で戦艦ヤマトの中にもあったらしいね、ああいうのを伝令をこう伝えるのにとかっていう、そういう話です。大事な伝令を伝えるんじゃなくて、あれお金を入れるやつ。まあでもエアシューターかね、うん、僕たちは大変だったんよ。いや、あれがいいんですよ。そう、そこにたどり着くまでのプロセスがいい。そうです、今だったらちょっと検索したら出るわけじゃないですか。もう、はい、そこにたどり着くっていうか、まあ、それはもうお互いで気分はもう三浦雄一一郎ですよ。そうそうそう、もう俺は5号目まで来たのかなとかで、でなかなかそこにたどり着かない。ワンコなりさんっていう方からいただきました、はい、ラジオネームワンコなりさん、名古屋ですって。名古屋から、名古屋だけや、ね、うん、名古屋のワンコなりです。素晴らしい。昭和39年59歳です。まあまあ都会育ちです。昭和の眠れないで思い出すのは夏祭り。夏祭りといっても待ち遠しくて眠れないんじゃありません。祭りの前日じゃなく祭りの当日の夜が眠れない。うるさいな。なぜか、うん、祭りの翌日日の出前にその祭り会場の広場に行くんです。地面に10円玉とか100円玉が落ちてるんです。ダメよ。あったよねそういうの。そうなん、あ、昭和の時代はその繁華街、うん、そんな話聞いたことない。だってよくほら小遊三さんがネタにしてますけど、自動販売機の下をこう一回ねってかってね。もう一方、折り鶴蘭さんからいただきました。子供の頃夜布団の中で姉が背中に字を書いてっていうので、うん、毎晩指で字を書いてあげていました。で私が何て書いたか姉が答えて、私が違うとか当たりとかいうのが楽しかったんですが、いつも背中に字を書いてるうちに姉が先に寝てしまい、うん、寝つきが悪い私は一人残されて暗闇の中で心細い思いをしてました。私は背中に字を書かれるとくすぐったい体質なので、いつも書くのが私の方でなかなか眠れなかったです。仲いいね。くすぐったいわけな。くすぐったいからずっと笑うわけな。ずっと笑うから何書いてるか。ヘラヘラそんなっすよ。その言われた僕ヘラヘラすんじゃないって。高橋君はよくある、はい、他の番組に言われてる、はい、
寝ちゃってね。寝ちゃって。寝ちゃって。飲むとですよ。特に日本酒。で、美味しく飲むと。額にね、肉って書かれたって。肉も書かれます。目玉も書かれますよ。あれ、肉って書くのがベタだよな。うん、ベタです。うちって書けばいいのよな。うちじゃん。その方がいいと思わない？もう絶対に。はい、だってない。だってない。もう。すっごい痛くなる。そうか。